皆さんこんにちは。モテ塾へようこそ。私はモテ塾塾長のミカミックスです。それではときメモ4第7項やっていきたいと思います。じゃあまずは、恒例のカレンダーチェックですね。来週が柳さんとアミューズメントスポットで、その次の24日が龍光寺さんとアミューズメントスポットと、ここアミューズメントスポットばっかりだな。で、来月2月に、予定が入ってないので、ちょっと2月の予定を埋めていきましょう。じゃあまずは星川さんを誘いますか。もしもし、三上ですけど。あ、なんかね、ちょうど君から電話がかかってきそうな気がしてたんだ。で、そう、2月の14日バレンタインなんですけど、今回日曜になってるんで、学校行事としては、土曜に印がついている13日にバレンタインのイベントが行われます。多分ね、星川さんはバレンタインくれると思うんだけど、他のキャラはどうかな。そこまでね、仲良くなってないからね。まあ、とりあえずじゃあ、あからさまに2月の14日に誘いましょう。星川さん結構いろんなところ行ったからね、そろそろ郊外いいんじゃないかな。水族館に行ってみましょうか。よかったら来月の14日に水族館に行かない？その日は、大丈夫、空いてるよ。よしよしよし、2月の14日が空いてないって言われたらね、めっちゃショックだからね。それじゃあ来月の14日にバス停で待ち合わせってことで。メモ完了、楽しみにしてるからね。それじゃあ遅れずに行くよ。それじゃあ、やったー、楽しみだぜ。よし、これで2月の14日はもう今年は寂しくないな。もう毎年毎年ね、2月の14日とかもうモテない男にとってはね、単なる魔の日でしかないからね。で、あともう1日入れましょうか。まあ28日あたりに。じゃあとりあえず、そうですね、ローテーション的には護道さん誘いますか。護道さんはね、もう本当テンションが上がらないんですよね。むしろメールで済ませたいっていう。もしもし、三上ですけど。これから本読もうかなって思ってたんだけど、まあいっか。どうしたの？もうどうぞ本を読んでくださいっていう感じだけど、邪魔して悪いね。2月の最終週に、じゃあ本読もうって言ってたから図書館に誘えばいいかな。よかったら来月の28日図書館に行かない？その日は、空いてるみたい。いいわよ、付き合ってあげる。でもさ、図書館って図書館でデートってさ、図書館じゃ別に何も話せないじゃん、騒げないから。じゃあ当日ね、遅れたら罰金ね。いや、罰金って言うけど、護道さん絶対遅れてくるからね。自分は罰金を払わないくせに。ま、2月28ですね。とりあえず2月の予定はこんなもんでいいでしょう。今バイオリズムが最高潮にあるんで、休日に運動でもしておきますか。おお、こけた。で、文系を伸ばしていきましょう。大吉が出たからね、体調がめっちゃ回復してますね。デートと、今日は柳さんとアミューズメントスポット。いや、これだけデートが入ると本当マジわからなくなるからな。ちょっと早く着いたかな。翔くん、いいね。やっぱりね、名前で呼んでくれるっていうのがね。ごめんね、待たせちゃった。めっちゃいいっすよね。いや、待ちきれなくて早めに着いちゃっただけだよ。本当？なら嬉しいな。それじゃあ行こうか。柳さんは絶対プライズコーナー好きだけど、これまだもうちょっと後に撮っておきたいんですよね。まあ、先にビデオゲームコーナーに行きましょうか。あんまり行ったことないから案内してくれると嬉しいな。あ、そうなの？あんまりゲームやんないんだ。ちょっと意外だな。君ってどんなゲームが好きだったりするのかな？2人で楽しめるクイズゲーム、人と対戦する格闘ゲーム、黙々と進めるパズルゲーム。パズルゲームとかは無理だし、まあ柳さん的には2人で楽しんだ方が
いいと思うんで、クイズゲームでもやりましょうか。俺全然クイズわかんないけどね。私も少し好きかも。一緒にやろう。少し好きかもって何？まあでも割といい印象を与えたみたいだぞ。まあいいでしょう。面白かったね。また誘ってくれると嬉しいな。じゃあね。じゃあね。で、そっか、今日は休日か。どうしようかな。じゃあ容姿でも磨いておきますか。今日から学校が始まるぞ。あ、そうだ、3学期だ。ちょっとね、特技の方もね、入れ替えたいんで。じゃあ今週は理系をやっていきますか。あ、まさしだ。ただしか。相変わらず間違えるな。まあ、これは、サクサクサクっと。速読で。何かがあった今。読めなかった。うん、いいね。星川さんも名前で呼んでくれるようになったね。特技なんだけど、そろそろ見直した方がいいんじゃないかな。そうだね。それじゃあまたやろっか。今回は結構経験値が溜まってるんで、まずちょっと実践してる特技、節約上手はちょっとね、いらなかったっすね。もう外しちゃおう、これは。で、欲しいのがね、じゃなくてね、学問系でまず感受性を取って、で感受性はちょっと実践しなくて、芸術家肌も取って、まあ、これもちょっと実践はしないんですけど、これなんですよ。芸術のひらめき、芸術以外のコマンド実行時にたまに芸術が増えることがありますと、あるんで、これでね、もう芸術は基本やらなくて済むんですよ。芸術以外のコマンドを選んでいくと勝手に芸術が増えていくんで、でこれを実践しましょうと。で、あと何がいいかな。全能もね、欲しいといえば欲しいんですけど、全能めっちゃ高いんですよね。あ、そっか、でも、ちょうど2つ空いてるから、全能取るか。全能取って、実践して、で、感受性を装備しましょう。これで、一応特技は全部埋まりましたね。よし、これでいこう。で、またちょっと経験値ためをやって、新しいのを覚えていきましょう。あれ星川さん。あらら、寝ちゃってるよ。疲れてるのかな。それにしてもよく寝てるな。可愛い寝顔を見られるのは嬉しいけど、このまま帰るわけにはいかないし、どうしたものか。あ、起きた。あ、起きたかな。もしかして私、うん、ちょっと寝てたよ。あ、ごめんね、お手伝いしてる最中だったのに。いや、気にしないでよ。手伝ってもらってるのはこっちなんだし。もしかしてあんまり寝てないの？あ、うん、ちょっとね、調べ物と勉強をね。学校のとは別のことなんだけど。どんな勉強してるの？うん、秘密なの？秘密の勉強ってなんか怪しいよな。でも君ならいいかな。このことはね、つぐみとお父さんお母さんにしか話したことないんだ。だから絶対内緒だよ。誰にも言っちゃダメだからね。そんなことを俺に話してくれるなんて、どれだけ信頼度高いんだよ。まったく。私ね、小さい時から夢があって、その看護師さんになりたいんだ。へえ、看護師さんか。看護師さんってね、病気とか怪我で苦しんでいる人たちを笑顔にできるすごい仕事だと思うんだ。もちろんなるためにはいっぱい勉強もしなくちゃいけないし、大変なこともあるとは思うんだけど、それでも私なりたいんだ。みんなに笑顔をあげられる素敵な看護師さんに。それで看護学校のこととかいろいろ調べてたら朝になってて。あ、この話本当に内緒だよ。うん、いいけど、別に秘密にしておくような話じゃないと思うけど。でもね、私成績もいまいちだしさ、みんなに笑わ
われちゃうよ。そうかな、すごく素敵な夢だと思うけど。本当？本当だよ。嬉しいな。君にそう言ってもらえるとなんだか本当になれそうな気がしてくるよ。うん、私頑張るね。ありがとう。いや、もう夢を持ってるってすごいよね。今日はありがとう。それじゃまた明日、バイバイ。これ一緒に帰んないの？もうここまで来たらさ、一緒に帰ろうよってもう言ってもいいと思うんだけどね。俺を言うのはこっちの方なんだけど。看護師さんか、俺なりに応援していこう。俺高校1年の時なんて別になりたいものとか全くなかったっすからね。じゃあ17日。てか芸術めっちゃ高くなってんな。プラス12か。補正がかかって94ですからね。そうすると、じゃあちょっと今日はまあ普通か、普通だから運動しておこう。よし、すげえ発動するな、特殊能力が。で、今のうちに文系をね、どん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 上げていきましょう。俺は文系の人間なんで。お、またただし、まあ、ただしはパラメーター上げに貢献してもらおう。リラックスして下校した。これは体調が回復するのかな。あ、ストレスが下がるんだっけ。なんかね、これ確かストレスがあった気がするんですよね。で今日は龍光寺さんとまたアミューズメントスポットと、アミューズメントスポット。龍光寺さん遅いな。もしかして場所間違えたかな。いや大丈夫大丈夫。まあ龍光寺さんはね、そもそもデフォルトで遅刻してくるからね。ごめん待たせたね。あ、龍光寺さん何買ったの？ん？ちょっと野暮用でね。あ、いや言い訳はやめておくよ、ごめん。そっか、龍光寺さんがそう言うならきっと何か理由があったんだろうしね。悪いね、そう言ってくれると助かるよ。うん、それより来てくれて嬉しいよ。すっぽかされたんじゃないかってちょっと心配だったんだ。まさか、約束したんだ、ちゃんと来るさ。遅刻はしたってね。遅刻は前提だからね。そっか、じゃあ行こうか。顔が険しいな。あんた仲良くなってないからね。それで今日はどこに行くんだ？まあ、龍光寺さんはね、ビデオゲーム好きなはずなんすよ。うーん、どれもやったことのあるゲームばっかりだな。新しいのはないみたいだな。ほらね、俺は全然やったことないよ。じゃあ対戦ゲームでもしようよ。ゲーム好きなんだね。俺は対戦ゲームだな。負けた方が一つ言うことを聞く。これでどうだ？対戦の方が面白いしな。割といい印象を与えたみたいだぞ。で、結局勝ったのか負けたのかわからん。今日はなかなか楽しい一日だった。実力差がありすぎるとそれはそれでつまんないですからね。じゃあまたな。本当顔が険しいな、龍光寺さん。バイオリズムがあんまりなんで、ちょっとここは寝ておきましょう。おお、芸術のひらめき。寝てても芸術のひらめきが発動するからね。寝てて芸術が上がるってすげえな。1月31日か。ちょっとバッテリーが余ってるんで、バッテリーは使い切っちゃいましょう。学ぶと、ただしに電話をかけますと。で、まあ男との会話なんで、ここら辺はすっ飛ばしますと。何が上がったんだか本当にわからん。3くらいに上がるはずなんすよ。じゃ、またな。じゃ、またなすか。まあバッテリーが切れたけど、また2月に入るんで、そうだな、今は寝ておくか。お、メールが来てる。これはメルマガか。メルマガで、スタジアムサッカー。3月から5月がスタジアムはサッカーね。コンサートは J-POP ライブ。あ、J-POP とか結構好きそうな女の子いるからな。メタルスネーク。これはなんだ？アクション系かな。で、あ、お花見ね。いいね、お花見。お花見はぜひ行っておきたいですね。
星川さん、ちょっとお花見にさそうか。いつって書いてあった？3月中旬から4月の中旬と。まあ、春休みくらいに誘えば大丈夫でしょう。で、ボーリング場。2010年の3月から新しくボーリング場が、できるみたいですね。よし、これでデートスポットがね、増えるのはいいことなんで。で、遊園地が春からナイトパレードと。なるほど、なるほど。よし、じゃあちょっとまた2月に入ったので、そうだな、星川さんちょっと誘ったばっかりだけど、ちょっともう一回電話して、まずはお花見の約束を取り付けよう。あ、なんかね、ちょうど君から電話がかかってきそうな気がしてたんだ。こいつはマジ本当エスパーだな。で、3月春休み入った後は大丈夫でしょう。春休み、あ、ここにしよう、ここで。中央公園ですね。よかったら来月の28日に中央公園に行かない？その日は、うん、大丈夫、空いてるよ。こう思うとさ、星川さんも結構暇だよね。誘う日誘う日空いてるからね。それじゃあ来月の28日に中央公園で待ち合わせってことで。うん、メモ完了、楽しみにしてるからね。俺が誘ってさ、メモしてるってことはさ、星川さんのさ、メモ帳もさ、俺との予定で結構いっぱいになるな。3月28日と。あともう一回、五道さんは誘ったでしょ？さつき先輩をちょっともう一回誘うか、じゃあ。さつき先輩はこれで2回目のデートかな？あら、今日はどうしたの？相談なら話を聞くわよ。まあ、相談というのはね、デートに行きませんかという相談なんですけど、どうしようかな。3月の14か、まあ、ホワイトデーもね、確か繰り上げて、土曜日にやるはずなんで。さつき先輩ね、なかなかね、悩むんだよね。そうだな、植物園、植物園とか行ってみるか。俺はあんまり行きたくないけど。来月の14日、植物園に行きませんか？そうね、その日は予定があるけど。あれ、今度の日曜日っていいわよ。どうかしら。今度の日曜日は空いてるよな俺。今度の日曜日っていつ？ちょっと待って、だって龍光寺さんこれね、ブッキングするんですよ、しくじると。龍光寺さんとデートして、で今週が来て、ちょっと待って、分からん。まあいいや、いいですよ。それじゃあ今月の7日、あ、7日は大丈夫だよね。だって14日がバレンタインで星川さん入れたから、7日は空いてるはずだ。大丈夫大丈夫。それじゃあ当日ね。遅れずに来ます。それじゃあ、危ねえ、多分大丈夫だよな、ほんま。これね、だからデート入れすぎるとね、ほんとここで分かんなくなるんですよ。ってことは今月3回行くことになったな。3月の前半が逆に空いたな。いや、2月はきついな。3週もデートすんのか。マジ羨ましいな、こいつ。じゃあとりあえず用紙をあげて、じゃあバレンタインに備えよう。バレンタインに用紙をあげてチョコをもらおう。今月のお小遣いは先月と同じ、22円。お、芸術のひらめき。で、ちょっとこれ予定外だったからマジで見とかないと。7が、さつき先輩と植物園だよね。こうやってね、女の子が増えるたびにね、どんどん分かんなくなってくるんですよね。植物園と。もうみんな遅刻魔だな、ここの人たちは。着るか迷ってたら遅れちゃって。いや、俺も今来たところですから。だけどさつき先輩でも遅刻することあるんですね、ちょっと驚きました。あら、私だって普通の女の子なのよ。うっかりすることだってあるし、おしゃれもするのよ。そっか、そういえば今日の服すごく似合ってますよ。ありがとう。って言ってさ、これ前回と同じ服だよね、だって。
結構気に入ってんのかな。入り口に来ただけで花の香りが漂ってきますね。そうなの？そうね、いい香りね。花って感じがしないんだけど、背景的に緑が生い茂ってるからね。うわー、いろんな花がたくさん咲いてるわね。あの派手な花の熱帯植物がいいですね。あの清潔に咲いている花がいいですね。あの変な形の植物がいいですねもう俺的には変な形の植物がいいけどさ、まあこれは清潔に咲いてる花だな。ってかさ、こんな3種類の花が全部同じところにあるのそうみたいね。かわいいわね。割といい印象。よしよしよし、まあバッチリっていうのがね、ない時もあるんで。今日は楽しかったわ。また誘ってね。それじゃあまた。この別れ際みんななんかさ寂しいよね。それじゃあまたってで、体調がまたでも100を切ってきそうだけど、まあまだいけるな。じゃあ運動しますか。運動、ん？今日は私と日直だよ。あ、そうなの？先生のところに西取りに行こうよ。あ、それならさっき受け取ってきたよ。おお、仕事が早いね。私の方が来るの遅くて。いやでも仕事の早い男性はやっぱ評価いいですからね。いや気にしないでよ、ちょっと早起きしたからさ、ついでだよ。こうさらっとね、そっか、いうところもすごいよね。すごいな。そう、これも作戦だよ。今日頑張ってめっちゃ早起きしたからね、うん、目覚まし3つ使って。私も見習わなきゃ。よし、今日から深夜テレビは控えるぞ。え、深夜テレビ見てんの？だってこの前さ、なんか勉強してて眠いみたいなこと言ってたじゃん実は星川さん、深夜テレビ見てて眠くなっちゃったの？なんか照れるなあ。これはなんか日常的な単なるイベントか。まあ、星川さんと仲がいいからね。今日は休日。休日はちょっと理系を一回上げておくか。お、芸術のひらめき2回発動したな。なんだか今日はみんなそわそわしてるな。当たり前だろ、バレンタインなんだから。あ、学ぶ、あれバレンタインって明日じゃなかったっけ？違うんだな。明日は休日だろ。だからな、1日繰り上げて今日実施しようと女子の間で協定が結ばれたんだよ。誰が協定結ぶの？ちなみにホワイトデーもだぞ。ホワイトデーは2日繰り上げだからな、忘れるなよ。お前そういうことはよく知ってるな。当たり前だっつーな。俺のチョコに対する執念を甘く見るなよ。学くん、でもね、執念だけじゃもらえないんだよ。俺だってチョコに対する執念めっちゃあるよ、めっちゃあるけど、現実は厳しいものなんだよ。それを思い知るだろう。そうと知ってれば学校休んだもの。こいつは絶対もらえるからな。あ、ただしどうしたんだ、なんだか疲れた顔してるじゃないか。ああ、朝から女子のチョコ攻めだよ。こっちは受け取る気がないんだから、正直いい迷惑だよ。受け取らないのか？受け取らないよ。好きでもない子から受け取ったってかえって迷惑だろ。羨ましいやつ。ムカつく、こいつムカつく。おい、お前もなんか言ってやれ。ムカつく、こいつムカつく。かわいそうなやつってか俺もらえんの、そもそも？あ、やっぱ星川さんはくれるよね。はい、チョコレート。どう？嬉しいでしょう。なんてね。ありがとう。あれ、手作り？うん、ギリチョコでも手作りの方が嬉しいでしょ。形が悪いのは許してね。まあギリチョコか、しょうがないな。手作りは嬉しいけどギリなんだな。うん、結局1個か。今年のチョコは1個か。まあもらえただけでいいかな。そうだよね、もらえただけでもいいよね。さすがにね、年齢を重ねるとね、母親すらくれなくなりますからね。いつもはこの母親の1個で、お、0個じゃないっていうね、あれがあったんだけど。というところで、まあ
バレンタインチョコ無事一つもらえたので、来年はねちょっともう少しもらえるよう頑張っていきたいんですけれども、今回はじゃあこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。